皆さん、焦点の時間でございます。皆さんは筋肉です。はい、今日はですね、おい〇〇聞こえるかなどですね、あなたの持ち主に語りかけてください。持ち主はですね、どうした俺の筋肉と聞き、筋肉はですね、そこからさらに続けてください。なるほど、いいお題ですね。はい、ロボロさん、これだい。あ、小島さん。おいロボロ、聞こえてるか。どうした俺の筋肉。タンパク質あと 100g 足りへんよ。分かった、すぐ飲むわ。もっと取れ。筋肉側が管理してくれるんや。そうそう、楽やな。いや確かに教えてくれるで、ちょっと足りてへんのちゃうかって。はい、ロボロさん。おい、うつ先生、聞こえてるのかい。どうしたんだい俺の筋肉。僕足の筋肉やけどな、君もうちょい減量せんと DDR で足やるで。まあ俺もね、そういう減量だったらね、応援するよ。はい、はい、うつくん。おいゾム、聞こえているか。ふう、なんだぜおい。俺はお前の右手の筋肉、たまには左の方も使ってやれ。はっ、しか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 はい。お、トノさん。おい、うつ、聞こえてるか。どうした俺の筋肉。いや、お前の筋肉やねんけど、最近ちょっと暇やねんけど、どうした。ごめんな、ほんま、それしか言葉が出えへん。ゾムさん、僕も筋肉です。僕も筋肉、はい、僕も筋肉、はい。おい、おい、うつ先生、聞こえてんのかお前。どうした俺の筋肉。お前、去年の夏祭りのシーズンですね。うん、皆さん行かれましたか。いえ、行きました。はい。あいつ殴ったろかな。楽しい夏祭りのですね、些細なことで最悪の夏祭りに、皆さんはですね、はい、何かがあった最悪の夏祭りをですね、教えてください。はい、小島さん。いやもう、いやこういう祭りはほんと最悪やわ。ほう、これや。どういうこと。ファミリーに来ててお前一人なんこれ。いや俺以外家族連れ、俺以外。ああ、そういうことね。でしかもよく見てください。俺以外家族連れで、両端の少年俺のこと指差してバカにしとるからねこれ。じゃあ見てください、両端の少年バカにしてるよ俺のこと。はい、ゾムさん。この前夏祭り行ったらね、うん、すごいね、最悪という悲しいことがあったんですよ。ほう。ですね、彼がね、なんか嫉妬してたんですよ。ああ、はいはいはい、カップルね。うん、になっちゃ。じゃあ、はい、チーノさん。いや、最悪な花火大会ってよりも、いやなんか羨ましいなっていうやつなんですけど、いや、やっぱり行くんやなと思って。ああ、やっぱり行くんやな。ああ、なるほどね。しかもいや、どっち向いとんねん、どっち向いとんねん。周囲を警戒してるやん。完全に警戒しとるやないか。いや、これよりひどい夏祭りを未だに知らないんですよ。ほう。何や。おい、誰もやないかお前。見たことあるんだよな。これを超えるやつをまだ知らないんですよね。確かにこれはひどい。あれやろ、新庄さんが別の男とあの祭り行ってたやつやろ。矢部君と一緒におったとこ。そう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 、ほんでシャオルがショック受けてたやつやろ。